大仏様を思い描く。奈良の東大寺では毎年寺子屋という子供たちがお寺の中で様々な学習体験をする行事を行っている。2021年8月、世界はまだコロナウイルスの感染拡大が終わりを見せていない。そんな中、今年は全国の子どもたちに大仏様の絵を描いてもらった。お参りに足を運べなくても、それぞれの場所で大仏様を思い描く。その思いが祈りとなって大切な人に届きますように。敬って申す願文のこと。右手は令和3年東大寺寺子屋、私の大仏様を届けように各地から参加の学童生徒らに、より手描かれし大仏様の御姿を舎那の法前にて祈願立て祭る。それおもんみるに、奈良に都のある時代、文化は栄えて交流し、年の往来華やかで、咲く花の匂うがごとくの都を築かれし、しかれども天平王子礼煩いも多くして、干ばつ飢饉地震等自然災害多発を見、人と人との間にも争いの火は絶えずして、さらには疫病流行し、民の多くは命を失う。時の聖武天皇遺言の教えに消えされて、天地ともに安泰に、動植物は栄えんと大いなる悲願を打ち立てて、大仏造像を発願す。老いも若きも人々は持てる力を結集し、五条三尺大仏をこの地に造立立て祭る。以来生きとし生ける者すべての安らぎ見守って、戦火の災難二度の消失にも復興し、令和の今も座したもう。やばい、花の花粉忘れとった。なんかだいぶ出て、なんか守り神のような存在やろ。本日ここに集まりし、同時ら日垣し武者な仏、光明となりてそれぞれの諸願を成就したまい、新人安楽陸空徳楽し、願主の守護とならんことを。さらに願わくば、新型コロナ禍早期収束、またスイカ封筒による災禍及び豚人地による人災に倒れたる仏子者の諸霊安らかに、それらの災禍に憂う世界は平和となり、神仏の加護を得て諸人の格願円満せしめんことを祈り願わんために。つつまかはんやはらみた信仰感じ内緒。